ストームさん、おつやはれちゃん、おつやはれちゃんありがとう。こんばんは。ゆうさん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。しげさん、おつやはれちゃん、おつやはれちゃんありがとう。こんばんは。のぶしろさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは。わかてんさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは。しょうくんさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは。のぶしろさん、はれちゃん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。と、なおとさん、800回訪問ありがとう。800回も晴れのルーム来てくださってありがとうございます。ありがとう。これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとう。すごい、ありがとうございます。なんかさ、ちょっと前700回、違う、777だねって言ってたのに、もう800回なんだね。ありがとう、嬉しい。ココエさん、だるま、ありがとう。いきますよ、せーの。だるま、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 だるま。ココエさん、だるま、ありがとう。ありがとうございます。ハートも、ありがとう。いきますよ、せーの。好き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 。ココアさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ペルユキさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの。好き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 。ペルユキさん、ハートありがとう。ありがとうございます。マー君さん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。ナオトさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。ストームさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの。スキー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 ありがとう。クッキーもありがとう。ありがとうございます。今日のはれちゃんの服はピンクだね。そう、ピンク、ピンクです。100キラキラはれちゃん、のぶしろさん、キラキラありがとう。キャリエットさん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。ストームさん、だるまありがとう。いきますよ、せーの。だるま、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 だるま。スタームさん、だるま、ありがとう。ありがとうございます。コンドさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは。ゴーエさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは。チョミさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは。のぶしろさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの。好き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 。のぶしろさん、ハートありがとう。ありがとうございます。なおとさん、800回パチパチって、ゆうさん、パチパチありがとう。と、のぶしろさん、あめちゃんありがとう。チョコかな。全員さん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。三茶のおやつさん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。今日のはれちゃんの髪型はロングショートですか。ロングショートわかんない。はれはでも髪の長さ的には、せ、なんだろう、ロブとかセミロングまではいかない、ロブとかじゃないかな。なんかボブとロングの間、ロブっていう長さがあるんですけど、そんぐらいだと思う。あとセミロングはもうちょっと長いと思うんだよね。ピレユキさん、かわいいって、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。ももんちゃさん、はれちゃん、皆さんこんばんは。お疲れ様です。ももんちゃさん、こんばんは。
来てくださってありがとうございます。のぶしろさん、はれちゃんの服かわいすぎる。かわいいよね、これさ、ここがさ、ちょっとタポッとしてるの分かります？このね、袖だけタポッとしてるのがかわいいの。あと実はここにちょっとキラキラなラメがついてかわいい。と、ぶんぶんさん、はれしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは。はれちゃん、実習頑張ってるようで痩せたね、無理しない。嘘、2日で本当にありがとねでもハレちゃんと1日3食食べてますよ。朝ごはんもうちゃんと、朝ハレ食べないと動けないし、お昼はあのその保育園で出るあの給食があるから食べるし、なんだったらおやつの時間があるからおやつも食べるし夜ごはんも帰ってきて結構すぐ食べるから、そうありがとね全然ありがとう。いっぱい食べてる。でも今日もなんか一日中腹筋してたみたいな感じだったからかも。こうやってさ、お腹の上にこうやってさ乗ってさ、こうやって何ゆりかごみたいなのとかしてたので、そう、なんか確かに一日腹筋してたら痩せちゃうかもどうする、実習終わったらムッキムキになってたらなんかハレちゃん実習終わったらムキムキになってないなるかもしれないね。今さっき X で45秒送りました。あ、そうなの、ちょっとまだ見てないや。はれ、ぶんぶんさん、はれしかーかーたん、ありがとう。こんばんは。ゴーエさん、ハートのクッキーありがとう。今日は会社で雪かきしました。雪かきしたんだね。結構ニュースとかでもさ、今日なんかいつもより早く出て雪かきしてますみたいなニュースいっぱいやってた。タンさん、おはよう、おはよう、来てくださってありがとうございます。ワカティさん、だるま、ありがとう。いきますよ、せーの、だるま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 。ワカティさん、だるま、ありがとう、ありがとうございます。今さ、そのなんていうの、実習中にさ、あのカラコンしちゃいけないじゃないですか。その派手なメイクとかしちゃいけないからさ、カラコンしてなくて、あの2ウィーク使ってるんですけど、そうだからさ、そのなんていうの、配信のために、まあ、ちょっとカラコンをさ、2ウィークを取ってカラコンするっていうあの力はちょっとなくてそうだからさ、いつもより目の大きさちっちゃいからさ、なんかちょっと個人的にはすごいね、物足りなさを感じます。なんかすごいなんか顔がさとか、なんか目が小さく感じると。ワカティンさん、ハートありがとう。ココアさん、ハレちゃん毎日かわいい、ありがとう。と、ウサギさん、こんばんは。と、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ナブセロさん、ハレちゃん待ってました、ありがとうライアンピさん、おつーハレちゃん、おつーハレちゃんありがとう。こんばんは。ウサギさん、クッキーありがとう。ハートもありがとう。いきますよ、せーの、好き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 。ウサギさん、ハートありがとう、ありがとうございます。のぶしろさん、だるまありがとう。いきますよ、せーの、だるま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 。のぶしろさん、だるまありがとう、ありがとうございます。今さっきスイッチで小田急線運転シミュレーターで遊びました。へえ、そんなのあるんだ。なんかさ、ちっちゃい頃弟ちゃんがさ、その電車が好きだったんですよ。でなんかテレビにつないで、そのなんかブレーキとかとさ、ガシャガシャみたいな、そのテレビゲームじゃないんだけど、なんかその専門のなんか画像みたいな動画みたいなのがあって、そう、おもちゃと連携してさ、ガシャガシャンってやるのあったけど、そういう感じなのかな、運転席のなんか モニターみたいな感じだったけど。ボスさん、おつーはれちゃん、おつーはれちゃんありがとう。こんばんは。また私のところお昼雪降った後雷雨でした。え、雪はすぐ溶けた。え、
今日雷雨だったの？そうなんだ、雪お昼も降ったんだ。大変だね。でもその後雪溶けたらべしゃべしゃだもんね。大変だ。かつみさんこんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。どうもですって、どうも、やっほー。白くまさんクッキーありがとう。ボスさんハートありがとう。いきますよ、せーの。スキン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 。ボスさんハートありがとう。ありがとうございます。白くまさんハートありがとう。いきますよ、せーの。スキン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 。白くまさんハートありがとう。ありがとうございます。ピカデオンさんハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。とユウさんアメちゃんありがとう。ハレちゃんバレンタインが似合う。本当嬉しい、可愛いじゃんバレンタイン似合うのピロシキさん初訪問ありがとうございます。ミヤちゃんさんハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。と力士ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。バラありがとう。バラバラバラありがとう。ありがとうございます。みーさんハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。給食おいしい、なんとも言えない。でも今日のねおやつは美味しかったです。なんか今日ほうれん草のパウンドケーキみたいなのがそうおやつだったんですけど美味しかったけど、やっぱさ、なんていうの、一斉調理だからあまりこうね、ほかほかの状態で食べれるわけじゃないからさ、そうなんだよ、そこがちょっと、まあ彼は熱々が好きだからそう、その最大限に出来たてがいいからさってなるとね、なかなか難しいよねっていう。でも味はあの美味しいですちょっとあと白米、あれあまり白米食べないから、その絶対に給食って白米がついてるじゃないですか。それがちょっと最難関ですね。白米を食べきるのがすごい。あともう先によそってあるからちょっと冷ためっていうか冷めてる白米で、そこが一番給食であの最難関ですそこが一番問題かも。みーさんハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。ハレちゃんといえ、ハレちゃんといえばピーマン、嬉しい。ハレちゃん皆さんこんばんはって、ダンダンさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。星野さんこんばんは、今日もお疲れ様です。こんばんは、来てくださってありがとうございます。お疲れ。チョミさんタコありがとう。タコタコタコチョチョありがとう。ハリオジさん皆様こんばんは、今日もお疲れ様でした、よろしくですって、力士挨拶ありがとう。お疲れ。キサラギさんおつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは。つかちゃんさんおつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは。うさぎさんレベランプありがとうございます。ダンダンさん100キラキラってキラキラありがとう。ふこやさんハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。みやびーさんチランスタタチランチラン、やっほー。こんばんは。とハレちゃんバンワンバンワンバンワン、こんばんは。君しかカタン聞きながらハレちゃん思い出す、いいねいいねいいじゃないの。カラコンはしなくて大丈夫、大丈夫嬉しい。さ、ハレの推しはさカラコンとかしてないくてさ、本当に目大きくて本当に可愛くてどういうことってさっきメイクしながら思ってましたやっぱ一回カラコンつけちゃうとね、多分みんなもそうなると思う。だから最初はカラコンなくて大丈夫だよって
なるんだけど、そうカラコンはもう経験したことないとなんか全然ね、そのだってさ自分の目じゃん、全然いけると思うんだけど、一回でもつけてみたらもうカラコンの虜です。え、こんなに変わるの、これはつけた方がいいかもってなるの。でも嬉しい、カラコンなくても大丈夫だよって言ってくれて。ふみひろさん、ハリシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。みやびーさん、ハリシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。よしーぽぱさん、ハリシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。やまぴーさん、だるま、ありがとう。いきますよ、せーの、だるま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 、やまぴーさん、だるま、ありがとう、ありがとうございます。かわちゃんさん、おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとう。こんばんは。かわちゃんさん、ハート、ありがとう。いきますよ、せーの、スキー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 、かわちゃんさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。毎日はお母さんがはるちゃんの配信を楽しみにしてます、嬉しい、ありがとうございます。昨日ね、あ、昨日か、なるほどね、昨日、え、でも昨日もう雷雨だったんだ。今日の朝とかじゃあんま残ってなかったんですか、雪。つっちーさん、おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとう。近くの山は真っ白、あーでも山まで行くとやっぱ真っ白なんだ。シエスタさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。レベルアップ、ありがとう。白熊さん、レベルアップ、ありがとうございます。かわちゃんさん、キラキラ、ありがとう。お芝居する場所、日本橋の近くなんだね。あ、そうなんです、そう、どこだっけ、そう、A ガレージっていうところです。そうなの、そうなの、なので皆さんぜひ来てください。お口に合わないようで草。でもおかずはね、そう、春野菜、お野菜は好きだからさ、やっぱりその栄養バランス的にね、お野菜とか結構ふんだんに使われてる、そう料理のことが多くて、でそれはね晴れ的には嬉しいけど、ちょっとね。ちょっとね。ゆりさん、初訪問、ありがとうございます。みやびーさん、だるま、ありがとう。いきますよ、せーの、だるま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 、みやびーさん、だるま、ありがとう、ありがとうございます。はれちゃんは輝いてます、ありがとう。給食は嫌いなものでも食べるの、なるべく。はれの家庭はそう、おかわりはしなくていいけど、出されたものは食べるっていうルールなので、一応食べてます。あ、でもそうそう、子供たちと一緒に食べてるわけじゃなくて、休憩室みたいなところで食べてるから、なんかわ、どうしても無理ってなったら残せる。けどなんかさ、その休憩室の前にね、ワゴンカーみたいなのがあって、そこに食べ終わったものを置いていくんですけど、やっぱさ、みんな保育士さんだからかさ、残さないで食べようねとかっていう指導をしてるからか、誰一人残してなくて、本当にピッカピカなの、お皿が。だからなんかもう残せる雰囲気じゃない。そう、もうなんか残しちゃいけないんじゃないか。でもね、その給食もらいに行くときに、給食室のね方が、そう、なんか多かったら残していいからねとかって言ってくれるんですよ。あ、ありがとうございますって言いながらもらうんだけど、もう先人がみんなピカピカだから、そう残せない。そうそうそう、っていうのはあります。白獣さん、ハリシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。さくちゃんさん、ハリシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。今日の夜ご飯はカツのチーズのりのミルフィーユでした。いいね、ミルフィーユいいな、ハリも大好き、カツ好きなんだよね。と
この間熱々の餃子で口の中やけどした時、あ、はるちゃん思い出しました。私思い出したの？はるちゃんこれ喜ぶんだろうなって思わぬところで嬉しい。でも思い出してくれたの今日のスイーツピスタチオのチーズケーキでした。ロックピーチーズです。へえ、そうなんだ。ストームさんレベルアップありがとう。冷えてる白米にふりかけと昭和の時代から決まってるから。なるほどね、やっぱふりかけがあった方がいいんだはるちゃんの CD デビューしたら CD 名は針しか勝たんカバーカバー曲。ダンダンさんレベルアップありがとうございます。茜色のマントさん針しか勝たん、ありがとう。こんばんは。たけちゃんさんこんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。目が大きい子が好きとも限らないからね、違和感を感じる人だっているかもしれない。確かにね、まあ、不自然っちゃ不自然だからね。確かに確かに。と、はるちゃん毎日見るたび可愛くなってくる、嬉しい、ありがとう。ひろゆきさん結婚してって、結婚してありがとう。マムゾウさんレベルアップありがとうございます。逆に俺は嫌いなものを知りたいくらい何でも食べれる。え、本当にさ素敵、それいいね。嫌いなものがそんなにさないのって本当にいいことだと思う素晴らしいよ。今日だってスープにキノコ入っててどうしようかと思ったもん。それもあの飲みやすいっていうか食べやすいように、あの子供たちが食べやすいようにちっちゃく刻んであるんですよ、キノコが。それもまた晴れ的には食うで、そのちょっとした時のさ、なんか普通にさこうやってお味噌汁とか飲んだ瞬間とかに入ってくるから、そう意図せず入ってくるキノコが本当にどうしようと思って。そうなんかまだ大きい丸々だったらさ、なんか覚悟を決めて食べれるんですよ。よしこれを食べなきゃいけないってその意図せず入ってくるキノコはさ聞いてないから聞いてないよこれはってなっちゃって、そう戦ってました。と、一人で電車のアナウンスを日本語放送と英語放送で喋ってます。そうなんだ。板前さんおはよう、どんおはよう、どんこんばんは。手をつける前に最初から減らせるといいんだけどね、本当にそれができたらさ、白米いらないですとかって言いたいんだけどさ、もう先に準備してくださってるから言えないんだよね。そう、嫌いなものを残さないで食べるはれちゃん素敵、ありがたいですね本当に。ママちゃんの教育のおかげで残すっていうことはそうしないで、しない人生を歩ませていただいております。たけしさん訪問ありがとうございます。食べ終わるまでお昼休みなしです私の時代。春もそうだった、春も小学生の頃かな、まあ、でも残してもよかったのかもしれないけど、そう食べ終わるのすっごい遅くて、春なんかみんながさお昼休み走り回ったりとかしてる中、春一人でお弁当食べてて、5時間目始まるまでご飯食べてて、先生に怒られたこと何回もある。まだ食べてたのえ、はいでもなんでそんな遅かったんだか未だに分かんないんだよね。そんなに誰かと喋ってたとかするわけでもないんだけど、なんかすっごい食べるの遅かったんだよね懐かしい。ふりかけといえばのりたまです。のりたま美味しいよね。メトロさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは。はるちゃん永遠の17歳だから実際の年齢知らない。お、17歳だよ。さくちゃんさんレベルアップありがとうございます。ハローさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。おみそさんハートありがとう。いきますよ、せーあ間違えちゃった間違えちゃった。クッキーありがとう。ヤマピーさんレベルアップありがとうございます。今パクパク食べるの、そうなんだよ、パクパク食べるのにさ、今本当になんかゆっくり食べる方法を教えてほしいぐらい結構早く食べちゃうんだけど、昔はね遅かったんですよ。嫌いな食べ物あったんじゃない、あったのかな、嫌いな食べ物あったのかな。でもさお弁当だから、まあ、そんなに
そんなになんかさ、すごい苦手なもの？でもちっちゃい頃はそんなに苦手なものとかなくて、あれ。今になってなんかポンポン出てきたけど、そう、昔はそんなになかったんですよ。ねえ、なんでだ。あ、でもあれちっちゃい頃からミートボール苦手だったんだよね。そう、串に刺さってるミートボール、結構お弁当の定番だと思うんですけど、あれがどうしても食べれなくて 確かにそういうのかな。シンプルに食べる量もすごい少なかったかもしれない。あんま覚えてないけど と、ケッケーラブレター、ありがとうございます。それではそろそろ、あ、23時だよ、ありがとうね。そろそろ目覚ましというかアラームが鳴ってしまうので、アラームチャンス 多分クリアしちゃう。ランキングお読みします。13位かわちゃんさん、12位わかてぃさん、11位ココアさん、10位のぶしろさん、9位キッケン、8位チョミさん、7位ユウさん、6位ゴーエさん、5位しろくまさん、4位うさぎさん、3位ストーン。皆さんありがとう。あ、聞こえたのかなこれ。え、これってさ、アラームの音も聞こえてるの？みんなにどうなってるんですか？アラームになった瞬間に音が消えてるの？ どうなの？そう、アラーム成功しました アラーム前にね、終わる予定なんだけど、毎回 なっちゃうんだよね、お話ししたくて。ということで、あれはまだ日誌を書き続けなきゃいけないので、画面が止ま、あ、画面が止まるんだ。あ、じゃあ待って、2位ぐらいから読めてないんじゃない？ 2 位ピロユキさん、そして1位リキジ、ありがとうございます。皆さんもきらぶしギフト、コメントをたくさんたくさんありがとうございます。ありがとう。ということ、あ、待って、7位でと、え、7位なの？あ、結構序盤だったね。じゃあもう一回読むか。7位ユウさん、6位ゴーエさん、5位しろくまさん、4位うさぎさん、3位ストームさん、2位ピルユキさん、そして1位リキジ、ありがとうございます。ありがとう。そうだね、針が鳴った時さ、2、3位ぐらいだったから、2、3ぐらいかと思ってた。なるほどね。ということで、配信を終わりにしたいと思います。明日も、多分このぐらいの時間かな。もしかしたらもうちょっと早くなるかもしれないけど、ほぼこのくらいの時間に配信するので、よかったらまた皆さんお越しください。シーモさん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。ということで、皆さん今日も来てくださってありがとうございました。今日も素敵な夢が見られますように。いきますよ、せーの、おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとう。ではでは、カウントしていきまーす。5、4、3、2、1、バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。またねー。バイバイ。またねー。おやすみなさーい。